厚藤四郎は、鎌倉時代に作られたとされる、日本刀である。日本の国宝に指定されており、東京都台東区にある、東京国立博物館所蔵。鎌倉時代の刀工、淡田口の陸にあるいは、国吉の子とされる藤四郎義満により作られた、刀である。藤四郎義満は、山城国淡田口派の刀工のうち最も著名であり、特に担当や、 剣の作刀では、名手と知られていた。厚藤史郎は、寸法が、短く、極めて小ぶりであるが、私鉄、波紋ともに、抜群の出来であると評される。厚藤史郎の号は、一般的な刀の重ねが2分程度であるのに対し、本作はそれより厚く仕立てられ、元重ねでは4分あることに由来する。元々は、足利将軍家の所有であり、 1487年に旧大将軍、足利義直が、大見守護の六角高頼を追悼した、長京、遠徳の乱では、義直の博士として用いられていたと伝わっている。その後、室町幕府滅亡後は、足利将軍家から流出して、堺の豪商が所持していたところを、本阿弥雄徳が百貫で購入し、豊臣秀吉の木幌州である、一柳次家松に譲られた。 直松は1590年に小田原征伐へ参加するも同年3月29日、伊豆国山中四郎攻めで、マミ康や市軍の銃弾に当たり戦死した。直松の死後、残された妻の新与と子女は義兄弟の黒田官兵衛に引き取られるが、その際に直松の遺品として、厚藤四郎も官兵衛へ伝わったものと考えられる。その後、官兵はである。 豊臣秀次へ、厚藤史郎を献上したが、1595年、秀吉から、無本の疑いをかけられた秀次は、高野山で自害を強要され、死の直前に、自身の持っていた名刀のうち、厚藤史郎を、近親の山田三十郎へ与え、三十郎も同刀を用いて切腹し、主君の秀次に準じた。三十郎の切腹後、厚藤史郎は秀吉に没収されたと考えられており、 彼の死後に、片見分けとして、毛利秀元が配慮した。1614年11月には、秀元は、白銀紙の埋めただけにこしらえを慎重させている。その後、秀元の着孫である綱元の代になり、江戸幕府四大将軍である徳川家綱の願いにより1664年2月28日に、献上された。また、綱元は献上の返礼として、 黄金千枚を貸しされた。その後、江戸時代を通して、徳川将軍家に伝わった。八大将軍、徳川吉宗が、本阿弥家に命じて編纂させた名刀の目録である、京宝名物帳の写本には、第一類、第二類の二系統があるが、このうち、第一類は、冒頭にこの厚藤史郎を収載している。また、1869年に再編集された。 将軍家のおこし物台帳にも厚藤史郎の記載が残っている。明治時代以降は一橋家に伝来していた。昭和戦前期の1938年、提出博物館によって購入される。1955年6月22日に重要文化財に指定され、ついで1956年6月28日に国宝に指定された。 波長は七寸二分、元幅六分五輪、平らづくりである。地鉄は、痛め肌が、薬味、血にえつき、地形入る。波紋は中字化人主体で、焼け出しに小腕れ、互いの目を焼く。匂い口深く、足、歯、筋筋など波中の働きが盛んである。茎は、西部。茎先は、栗尻。ヤスリ目は、勝手下り。目く口は2標に、指表に、 吉光の二次名を切る。ありがとうございます。